版チャンピオンもしばらく遠いんやて。お願いします。公開練習ということで、まあ、試合もだんだん近づいてきたと思うんですけど、はい、今のコンディションから教えていただいてよろしいですか？そうですね、まあ、1ヶ月ちょうど切ったんで、まあ、ここからが自分の戦いだと思っているので、しっかり最後まで仕上げて、最高の状態で挑みたいなと思ってます。まあ、正直、そのクラッシュの大会で何度か試合をされてますけど、K1 のこう大会、声がかかったっていうのを聞いたときはどう思いましたか？正直 K1 に出れるっていうことをずっと目標に試合も練習もしてきたんで、まあ、声かかった時は本当に嬉しかったですね。反響とかはどうですか？周りの友達とか。そうですね、まあ、友達もそうですし、若い子からたくさん DM 来て、お前すごいなって早く追いつけるように頑張るっていうのがたくさん来ました、ね。こうイベントの印象みたいなのもあります？なんかこうちっちゃい頃から見ててとか、はい、小さい頃にテレビでアンディフグの試合を見た時に多いなって思いましたね。あ、アンディフグ知ってるんですね。知ってますね。自分もアンディフグが好きでかかと落とし始めましたね。へー。今回はその女子だけの大会ってことですけど、はい、それについてはどうですか？まあ、初女子大会ということで、まあ、みんなで盛り上げたいっていう気持ちもありますし、まあ、自分が一番目立って面白い試合をしたいなっていう気持ちが今強いですね。先ほどその、まあ、アンディフグのエピソードもありましたけど、うん、そもそもその格闘技始めるきっかけ、いくつの時に例えばこういうもの始めましたっていうところからちょっと教えてほしいんですけど、はい、6歳の時にいとこの空手の試合を見に行って、その時にかっこいいなと思って自分も空手を始めたのがきっかけで、小学校2年生の時に野田兄弟のお母さんがキックボクシングを教えてるっていうことで、そっちにも行って楽しくて、ずっと今野田兄弟の背中を追いかけて自分は育ってます。ここに、まあ、野田選手が結構影響を受けて。そうですね、ずっと、まあ、自分が初タイトル、アマチュアで初タイトルマッチ挑戦した時も野田兄弟がセコンドについてくれて、そこからずっと野田兄弟の後を追って、自分も野田兄弟を目標にずっと練習してます。そしたらこう舞台としてこう野田選手たちも出てたクラッシュも出て、はい、こう K1 っていうところにも、ね、ステージとして追いついたわけじゃないですか、はい、そこら辺はどういう気持ちですか？そうです、まあ、やっと同じ舞台に立てたっていうのが嬉しくて、まあ、嬉しい気持ちもありますし、早く
まあ、背中を折ってるからには早く越さないといけない存在じゃないかなと思ってます。あの今回は、まあ、チャンリー戦ということで、はい、まあ、今回、まあ、リマッチになると思うんですけど、そこら辺、まあ、教えていただいていいですか？そうですね、1年前戦った時は自分のダメなところがたくさん出た試合だったんで、今回はそこを改善して、まあ、1ラウンドから3ラウンドまで圧倒的に自分のペースで試合を運びし、必ず勝ってリベンジします。結構接戦だった試合を見ると印象だったと思うんですけど、実際戦って当時戦ってみたとき、結構あのとき2試合目ぐらいだったんですね。そうです。あの相手がもう10戦以上もしてるって、はい、キャリアの差もあったと思うんですけど、こう戦ってみての印象ってどうだったんですか？やっぱ前に出てくるプレッシャーとかはすごかったんですけど、なんか攻撃が痛いっていうのは全くなくて、だから今回はしっかりプレッシャーかけられると思うんですけど、それをしっかりどう対策するかによると思うんで、しっかり、なんていうんですかね、しっかり改善して、まあ、1年前の自分と違うところを見せてます。うん、こう1年間の中でこう自分がこう成長できたところってなんかどういうところがあるとかありますか？そうですね、学校、まあ、チャンリー戦前まではフィジカルも適当にやってて、ただ筋肉痛になるだけが嫌で、まあ、適当にやってたのがあって、ここ最近はしっかりフィジカルにも強化できてますし、まあ、パンチ力もだんだんついてきたと思うんで、今回はしっかりフィジカルとパンチ力を生かした試合になるんじゃないかなと思います。あの今回はそのリザーブファイトということで、うん、トーナメントにも出れる可能性は残ってると思うんですけど、そこら辺はどうですか？そうですね、まあ、1試合だけに集中っていうのはもちろんそうなんですけど、自分は女子高生のうちに K1 のベルトを取ることを目標に今は頑張ってるんで、しっかり1試合集中プラス優勝を目指して頑張りたいです。なんかこうトーナメントでこう注目してる試合とか相手だったりとかっていますか？いや、特にいないです。今はやっぱチャンリー選手にリベンジすることをに対して練習今はしてるんで、トーナメント、まあ、出れるってなったらその瞬間にチームみんなで対策を考えればいいことですし、今はとにかくチャンリー選手に勝つっていうことだけをイメージしたいです。まあ、なんかそのトーナメントもあってタイトルマッチもあって、はい、まあ、あの女子初めての大会ですごくこうボリュームある大会だと思うんですけど、はい、こう自分もその大会に出るっていうところでこうどんな大会にしたいみたいな意気込みってありますか？そうですね、やっぱ女子といえばやっぱかな選手とか菅原選手だと思うんですけど、まあ、その2人の選手に負けないぐらい自分はいい試合パフォーマンスができると思ってるんで、今回の試合でだからしっかり、まあ、リザーブなんで多分本戦1試合目だと思うんで、まあ、しっかり1試合目から盛り上げないと後の選手たちは盛り上がらないと思うんで、しっかりこのチャンリー選手と2人でしっかり、ね、盛り上げて勝てば後の試合も面白くなるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。そしたら最後ですね、じゃあカメラの方にファンの方にメッセージをお願いいたします。いつもたくさんの応援ありがとうございます。今回は1年前に負けているチャンリー選手にしっかりリベンジできるよう、あとの残りの1ヶ月しっかり頑張って追い込むので、6月25日楽しみにしていてください。おっす。